をしているとみられる狛江市の強盗殺人事件。警視庁は押収した携帯電話などを調べ、事件の全容解明を進めています。ロシアによるウクライナ侵攻から今日で1年になります。ロシアの攻撃によりこれまで多くの人が住み慣れた土地を追われています。ジップは日本で暮らす避難民を取材しました。避難生活が長期化し、自立を目指して奮闘する中、バックくれた方